やっと初岩来れました。もう自宅からまあまあ近いスモークブラフスっていうエリアですね。トレイルロードになってます。こんな感じで標高差も少なくて1日で十分楽しめるトレイルですね。でトレイルの中にロープがいっぱいできるエリアとボルダーがまあそこそこ点在してるっていう感じ。そう、これが、ロープで登るゾンビルーフですね。13A って言われてる。ルーフ自体は4.5メートルぐらいです。夜中は気温がマイナスになったりするんで、夜の間にかなり寒くなったみたいです。静かな、人の少ないボルダーエリアに来ました。というか、ボルダーをやってる人なんてほとんどいないですね。みんなもう、あったかい、久々の晴れなんで、ロープできるエリアにガンガン行ってます。やっぱり最初に目についたのは、クラックボルダーでしたね。グレードは V0 やけど、トップ100っていうおすすめに選ばれてる、いいラインでした。怖っ。スコーミッシュに来て、初めての岩、やっぱクラックですね。選んだの。超怖い。いや、実は去年の年末、12月の10日ぐらいかな、にハイボールで足を着地の時に怪我してて、ちょっとね、まあ、その右足首が感知してないんで、なかなかちょっと、着地ができひんっていうのが怖いなーっていうとこかな。まあでもやっぱいいですね、岩は。めちゃくちゃ快晴やし。もうちょっと登っていきます。これ高いけどグレード V0 なんですよね。まあ隔離期間中に、ね、登るっていう行為をしなくて懸垂だけしかしてないんで、結構ビビりながら登ってます。マットもないしね。こんな感じで歩いてたらめちゃくちゃ登りたくなるクラックいっぱいあります。で、景色が最高。マジで。これもトレイルの途中にあった V4 ぐらいのトラバースからの最後の高いところに抜けていくラインですね。真ん中が結構簡単なんやけど、最後の最後。最後抜けていくここがね、思いのほか悪くて結構ビビりましたね。これがね、小さいんやけどクラック沿いに登っていく V4 のフィッシュっていう課題ですね。結構下もジャミングしっかり決めて、まあ途中はちょっとムーブ作りながら、最後こがばで、そう、ちょっと怖いムーブを起こすんですけど、まあこれ、マントルバイザトリーって書いてあるんで、木でマントルを返せというようなラインですね。やっぱこれマットないと怖いなっていう感じでしたね。最後の休憩で、あ、お湯です、お湯。すげえ、顔テカテカ。めっちゃテカってる。これがソンバーユの力ですね。まあこんな感じで隔離後初岩場でしたが、まあ目の前に見えてるチーフに早く行きたい。